1966年、豊登りの追放後、新たに日本プロレスの社長となった吉野、里は、ジャイアントババを、取締役選手会長に選任します。試合のギャラと役員報酬を、合わせたババの給料袋は、縦にトンと立ったと言います。すでにババの収入は、プロ野球の読売ジャイアンツの、長嶋茂雄や大貞治を、抜き去るほどになっていました。インターナショナル王者となり、ルーティーズを破って名実ともに、日本プロレスのエースとなったババは、精神的にも肉体的にも、充実します。ババは凄まじい集客力を、維持していました。さて、1964年の年末まで、日本プロレスの営業部長は、岩田博史でした。元デイリースポーツの石川正清によると、岩田は日本プロレスの金を、ぽっぽしていて、力道山によくぶん殴られていました。岩田は立ち回るのが上手くて、日本プロレスリング協会会長の児玉義雄に、先生、先生と、いつもくっついていました。そのためか、岩田は力道山が逝去した後も、営業部長を、やっていました。しかし、岩田は結局、社内で浮いて辞めてしまいます。その席に、現役を辞めて入ったのが、吉原勲です。吉原の最後の試合は、1964年12月3日。したがって、営業部長にスライドしたのはその頃のことになります。石川は日本プロレスが吉原を、営業部長にスライドさせた理由を、いやー、理由も何も、あそこはいい加減な会社だったから、と笑います。フロントに入った吉原の、最初の仕事は、当時アメリカで活躍していた広松田の、勧誘だったと言われています。1964年12月24日、吉原は羽田空港で4年7ヶ月ぶりに、帰国した松田を出迎えます。松田が1960年、日本プロレスを退団して、ペルーに立つとき、空港まで見送りに行っていたのは吉原だけでした。松田は、力道山が相撲部屋の慣習から持ち込んだ上下関係などの不文律や、日本独自の精神論に、反発したのです。これは一般的に言われている通説ですが、リングアナウンサーの長谷川康夫は、そんなことはなかったように思うんだけど、と言っています。松田は吉原のことは兄貴と、呼んで慕っていました。日本に戻ってきたかった松田ですが、力道山は、俺の目が黒いうちは、あの野郎に日本の土を踏ませねえ、と言っていました。プロレス評論家の菊池隆は、やっぱり怖かったと思うよ。だから、亡くなってからの凱旋でしょ。アメリカで一匹狼で、成功したけど、日本でも成功したいという気持ちがあったと、思うな。それに彼はビジネスマンだから、日プロを見て、こんなどんぶり感情の甘っちょろいことをやっていたら、ダメになる、という気持ちもあったかもしれない。契約書も何もなくてさ、金庫から金を、わしづかみにして、飲みに行くような幹部連中ばっかりだったから、と笑います。年明けには松田を社長の豊登りに、合わせます。松田は日本プロレスに入ることを、合意した上で、試合はしなかったものの、新春シリーズに同行しています。巡業中にハリング場で、挨拶を、することもありましたが、最終的に日本プロレス入りの、話は消滅します。力道山の逝去で人気が、落ち込むかと思われた日本プロレスでしたが、プロレスそのものの人気は、それほど落ち込まず、客は入っていました。豊登りもいましたし、何よりジャイアントババがいました。ということで、決して新しく営業部長になった吉原勲の手腕ではないと、思います。と石川は語っています。豊登り、吉野里、遠藤幸吉、吉村道明の合議制の中に、吉原派入れませんでした。石川は、4人体制とは言っても、社長の豊登りが中心になって、仕切る形で、4人が平等でもないんですよ。だから、豊登りは会社の金を、使い込むことができたわけです。と笑います。1966年1月、豊登りが社長を辞職して、吉野里が日本プロレスの新社長に、就任します。行き場を失った豊登り派新団体設立に、向けて本格的に行動を、開始します。この頃、松田がプライベートで極秘帰国します。吉原は松田と1964年の、一時帰国以降、定期的に連絡を取り合っていました。1月30日、デイリースポーツに、東洋の、虎はなぜ帰る、自分で興行を、計画?と見出しが打たれた記事が掲載されます。話によると、松田はワールド戦参加だけ、故国の土を踏むのではないという。何でも1週間なり2週間、国内を巡業し、自分の肌と目で日本のプロレス事情を、じっくりした見聞し。後、ダニー・ホッチやエディ・イグラハムラチキを、帯同して日本に乗り込み、本場そっくりのプロレス興行を、打ちたいとの計画を持っているという。吉原はそもそも、四幹部と肌が合わないとこぼしていました。四幹部のうち、
相撲取り上がりの豊昇と、吉野里、柔道出身の遠藤は学卒ではなかったため、学卒の吉原とはカルチャーが、違うんですよ。と語るのは、吉原と高校、大学と同級生だった元 TBS プロデューサーの森中大。ただ、安田閣僚は正義感の、強かった吉原と世渡り下手で、揉め事の嫌いな情の熱い人だった吉野、里脇があったと書いています。元同級生の親友の、言うことか、プロレス記者の言うことか。間を取って豊昇と遠藤とは仲が、悪かったけど、吉野里や近畿大卒の、吉村とは気があったのか。詳細は不明です。吉原は非常に理想主義者でした。吉原自身は消化していない、いわゆるストロングスタイルの、プロレスを、やりたかったんだと思う。レスリングの王道というかね。だから、松田とも気があったんだろうし、規模は小さくても、自分の理想の団体を作ってみたいということだったんじゃないかな。そんな時、渋谷区大和田町にあった、プロレスの、殿堂、力パレスの売却問題が、浮上します。当時、力パレスは力エンタープライズが、所有しており、それを日本プロレスに貸し出していた形でした。しかし、力道山の借金及び遺産相続税の、問題により、手放すことが決定します。吉原は、力パレスを、力エンタープライズから日本プロレス興業が、買い取るべきだ、と主張します。実際に吉原は、5億円近い資金を自己責任で、集め始めて、スポンサーも見つけていました。しかし、同時期に東京プロレス騒動があったため過敏になっていた取締役経理部長の、遠藤らは吉原の動きに、対して、吉原は力パレスを買収して、日本プロレスの乗っ取りにかかっている、と言い出します。菊池は遠藤のことを、遠藤は、どうしても売りたかったんだよ。力、という名前が嫌いだったから、俺たちマスコミにも、もう力道山と書かないでくれ。今の繁栄は私たちが、作ったんですから、なんていうようなやつだからね。とにかく名前が嫌だったんだよな。と言っています。1966年2月、最終的に力パレスは、担保物件として債権者である西山興業へ取られることになり、日本プロレスの事務所も移転することになります。吉原箱の件に頭に、来て、日本プロレスを飛び出すことを、考え始めます。この通説について、石川は、そこはあまり重要じゃないと、思う。吉原派日プロ内で待遇は、それほど良くないし、営業部長で興行関係の、数字は知っているから、プロレスがどのくらい儲かるのか、わかるわけです。その頃の日プロは、相当儲かっていましたからね。もちろん、松田の考えと一致した部分もあるでしょうし、豊昇が猪木を握って、東京プロレスを立ち上げたことにも、感化されたはずですよ。と語っています。吉原は森に、日本プロレスを辞めて団体を、立ち上げるから、TBS で力を貸してくれ、と頼みます。しかし森は、お前に経営の才能は、ない、とはっきり言います。日本プロレスという看板を、背負っておいた方がいいよ、とアドバイスした森を前に、吉原は考え込んでいました。森は続けて、お前は人が良すぎるから社長に、向いてない、考え直せ、と忠告します。それでも、吉原派新団体立ち上げに、向かって着々と動きます。ここで、サンダー杉山とグレート草津が吉原に、合流します。第57話でご紹介した通り、杉山と草津は態度が悪かったため、先輩から総付けにされていました。菊池は二人が日本プロレスを、離脱したことについて、エリートなのにバトルロイヤルで、ガンガンいびられて、二人とも毎日のように鼻血を、出していたんだ。二人とも肩書きがあるだけに、余計いびられたんだろうな。エリートなんて潰しちまえ、という嫌味な軍曹が、多かったよ。と語っています。1966年9月30日、吉原初に日本プロレスを退社します。デイリースポーツは同日付の紙面で、プロレス第三勢力誕生と見出しを打ちます。吉原と松田による新団体の設立、日本プロレスに辞表を提出した杉山と、草津の参加、当時参議院議員だった八田一郎日本レスリング協会会長の顧問就任を報じます。全く同日に、東京プロレスのアントニオ猪木社長は、旗揚げ戦のカードと第1弾シリーズの日程を発表します。対抗して、日本プロレスはホテルオークラに、全国のプロモーターを招集して、東京プロレスの興行は絶対に、受け負わないことと意思統一しています。この事実を見る限り、日本プロレスは経営陣から裏社会を排除したことにより、プロモーターと新たな関係を作ったことが伺えます。裏社会の大手組織が第一次頂上作戦によって、壊滅してくれたおかげで、全国のプロモーターはドル箱の、日本プロレスの興行に、手を出せるようになりました。日本プロレスはジャイアントババの、人気を盾に、
強気の態度に出ていることが、わかります。吉原は、力道山に日本プロレスから追放された状態にあった永田貞夫と、仲が良かったので、永田を巻き込みます。石川は、そういう面の話を、すると、日プロ早間口組がバックですよね。でも、吉原にはそういうバックがいなかったんです。ただ、表には出ていなかったけど、吉原が新団体を始めようとした頃から TBS との、話は、水面下であったんですよ。だから、安心していたんです。と語っています。この TBS との話というのは、吉原と森の動きでしょう。日本プロレスの直接的なバックが山口組というのはこの時点では終わっていて、そもそも山口組派第一次頂上作戦の影響で、組織を維持するのも大変な状況でした。山口組が第一次頂上作戦の中で堂々と日本プロレスの興行に絡めば、警察は待ってましたと駆逐できたはずです。弱体化とはいえ山口組は、当然、個人としてレスラーやプロモーターとのつながりはあったので、その裏側に隠れる現在の、興行の形態に移行していたのです。10月6日、杉山特撮が日本プロレスを、退団。10月7日、吉原が新団体設立に、向けた松田との話し合いのために、杉山特撮を連れて渡米します。10月24日、吉原と松田が帰国します。こうして10月24日、後に女子部を抱えて女子プロレス史にも、大きく輝く国際プロレス。正式名。インターナショナルレスリングエンタープライズの設立が発表されるのです。